連日の雨から一転、晴れ間が広がり、うだるような暑さとなった今日の県内。午後1時30分の熊本市内です。太陽の日差しがじりじりと蒸し暑く、少し立っているだけで汗が出てきます。最高気温 32.9 度を観測した熊本市中央区。日傘を差して歩く人の姿も見られました。今日傘も差されてますけれども、全然違いますか？そうですね、だいぶ違うかなと思います、はい。熱中症の人が増えないといいなと思うんですけどね。午前中から気温がぐんぐん上がり、朝霧町では 34.2 度と猛暑日に迫る気温で、今年一番の暑さに。県内すべての観測地点で30度以上の真夏日となりました。連日の大雨で3つの川が氾濫した益城町では。午後2時の益城町です。現在非常に強い日差しが照りつけていて、目の前を流れる木山川では暑い中、大雨からの復旧作業が続いています。厳しい暑さの中、道路が削り取られた場所で復旧作業に追われる人の姿も。県内は前線の影響で明日から週明けにかけて再び大雨となる見込みです。気象台はこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、土砂災害への厳重な警戒を呼びかけています。